ねえ、ラッシュと、まあ、縦か。なるほど、あ、やっぱじゃあラッシュ決めた方が決めるやつ。雷の、なんか頭がケースだね。本当っすね。気をつけな。万年筆みたいなやつ。そいつは万年筆。化け物。確かにね。100年前、私は手も足も出せずやられちまった。手も足も出んかった。でもさ、いい技が。こんなところで終わるわけにはいかない。そうだろ。そうだろ。そうだよ。しゃあ。動きは早い。早いって。惑わされるんじゃないよ。あ、落とした。あ、ちょちょちょ、なんか落とした。あ、雷でか。わーっと。早い。え、は、早い。足場が悪い。うん、下に降りればいいんじゃない、逆に。そっか。ね。ね。おお、ちょっと、よっしゃ、おっしゃー、おらおらおら、分かったから、ダルケルのおかげだな、なんかよし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 、あ、もうだいぶ減ってるやん。なんかダルケル強え、ダルケル強いですね。え、ダルケル最強じゃね。おおおお、縦砕いたマスターソードとの強すぎる、ランデブルが強すぎる。あ、いいでもこれでもらえる真珠の力とか超楽しみだな。ねえ、うん、雷系は嬉しい。爆弾意味がいるっけ。いや、いらないぜ。よし、これ雷気をつけるんだろう。あ、もうダルケルがない、俺のダルケルがいないもん。ああ、お、何これ。あ、これ使えるんじゃないこれ。ああ、なるほど、俺の武器として逆に。あ、そうか、これそういうのじゃないな。いや、でもあるんじゃないそれ。さすがに来いよ。降りてこへんもんな。上に登るんじゃない、だから一旦上に登って、よいしょ、これをこいつに。うん、そこで。え、どこにいる、これ。違うね、これ違うね、これ急行だもん。あれ、あいつがおるとこまでちょっと登ろうよ。あ、いたいたいた、あほら、あれ回せんもんね。でも多分、でも平石だから当てるっぽいよ。当てるっぽい。おっしゃ、当たった。なるほど。いた。しまった。大正解。ほらほら、めっちゃ効く、めっちゃ効く、めっちゃ効く。あら、ちょっと一。あ、これはいつもの。コビチンの得意だ。あ、今だ。縦装備しなかった。今エアでしたもんね。エア。やったてい。跳ね返したてい。素手で受け止めたですね。ちょっと、あ、今お食べてるね。ジャスト回避するよ、ジャスト回避。攻撃してこんだ。よいしょ、おっしゃー、うまいぞ。これ決まったからこい、よっしゃー。うわ、短期決戦やったね。ほんとっすね。うん、まあ、こいつも頑張った方がいい。はい、いやー、謎解きの方がすげえ時間かかったな。ほんとっすね。こんな足狂いでしたね。謎解きで、この、ゴニョゴニョしてる間に攻撃してこりゃよかったね。そうだね。一生謎解けんかった。そうだね。よし、ウルボザの力を。うん、どんなんなんやろ。なんだろうな、うん、ねえ、これといってなんか力を見せてないですもんね。ああ、そうや、やつは背が高いだけやもんね。背が高くて鼻が高い。あ、でもこれでハートも増えるし。そうっすね。ザース、もう17やで。すげえな、すごいね。高2、もう高2、高2。コーニアな、もう。いや、俺のやつも。全くこんなことないんかよ。兄貴らしくていいよ。あ、ウルボザ出てくるかな。できた。うん。何くれるの。さすがだね。そうでしょ。おかげで私の魂もやつから解放されて。このナボリスも取り戻せたよ。これでやっと自分の仕事を果たせるってもんだ。あんたの助けになるっていう仕事をね。
ことさ。あんたがハイラル城で厄災と戦う時を楽しみにしてるよ。この神獣と一緒にガノンをぶちのめしてやれるんだから。ああ、贈り物があるんだよ。私の力、ウルボザの怒りを受け取っておくれ。きっとあんたの役に立つよ。攻撃系ねえ、ぽいよね、名前的に。怒りや一定期間攻撃力アップとか。ああ、どういうやつ。おお、かっこいい。マジ雷、マジシャンになりましたね。ねえ私らのことであんたもおひいさまも苦しんだんだろうけどね、こうなるしかなかったんだよ。あんたらのせいじゃない。だからあの子に伝えておくれ。もう気に病むんじゃないよって。それから胸を張っていいんだって。おひいさまを頼んだよ。ああ、ついでにこのハイラルもね。ダルケルほどは感動しんかったな。全く同じこと思った。全く同じこと思ったなんか感情移入できんかったっすね。そうね、ダルケルの時は本当すごいグッと期待が熱いものがありますよね、うん、あでもどんな技なのかちょっと使ってみたいで。そうですね、そうですね、それだけは気になります ねいつものくだりやね、これ。ビームをA 感じのビームをどっから出すの、これ。どっから出すの、これは。鼻か、鼻、鼻どこにあるよ。なんか目いっぱいあるもんね。目いっぱいありますね。でもなんか電撃やるときなんかコブから、あーコブとコブの間から出るじゃないですか。あーなるほど、あのコブあれか、ね、あの平井心と平井心。あーなるほどなるほど、それかもしれんな。どう、でもどういう体勢で、ちょ若干こう前かがみならと知りたくなるやつ。そうですね、位置悪い。ああ結局やっぱ登るんだ。そういうことか。あでもまっすぐ出すなら次あの目から出すのかな。コブから出すと多分首が吹っ飛ぶやろ軌道上に軌道上にあるね確かにさあ3発目ねえ、うん、そうか、打ち込めい、しゃがんだ、しゃがんだね。これ頭下げたらもう勝ち確ですよ。ああ、そうだね。頭を下げたら。やっぱ首吹っ飛ばんように気をつけるな。ああ、やっぱでも、今後、動かしてますよね。おえ、あそう、そう、なるほど。それは誰もわからん。初めて見ました、ね。うん。そんな動きは誰も見たことがない。ナボール。神話に歌われるゲルド族の賢者。そのゆかりの名をいただいたあんたも、立派なゲルドだよ。そうだろ、ナボリス。100年前、私らはあっさりと奴にやられちまった。けど、もう負けるわけにはいかない。厄災ガノン。研ぎ話によれば、あいつも元はゲルド族だ。だから、私もあんたも全力で奴に立ち向かう。それが、ゲルドの意地ってもんだろ。くびれはすごいっすね。すごいよね、腹筋と。リンクが奴と戦うとき、すごい一発を食らわせてやろうじゃないか。今からその瞬間が楽しみだよ。めっちゃ笑ってさあ、でも気がつけばもう3匹解放したね。ほんとそうですね永遠に終わらんかと思ったこのシリーズ。なんかもうあっという間に終わりが見えてきちゃったみたいな早いね。なんかボス戦に行くと見せかけたらもうすぐだね。そうですね、うん、6月中にはなんかもう終わりそうな気がします、ね、そうだね。さあさあ、えワイタメ攻撃で発動。うんおお、何何、ああ、範囲攻撃みたいな。へえ。
あ、ちょっと敵に合わせてみたいな。うん、ね、あ、これも3発1セットなんや。なるほど、うん、ってことは、うん、こんな連発するとあかん。なぜ無限に使えると思ったんさあ、じゃあ、うん、あれだな、撮影日は違うけど実際は、実際はあれ、なんだっけ、あのカースガノン倒した直後ぐらい気持ちの切り替えお願いしますよ。あ、わかりました。切っていくスタイル。30分ぐらいで大体切っていくと、うん、あの調子悪い時がたまにあるんで。なるほどね、はい、なんで、うん、さっきついさっき、視聴者さん的にはついさっき倒したばっかなのに、うん、実は1週間後とか。間違いない、えらい俺らのテンションが低いなみたいな感じになっちゃうから。そうですよ。で、うん、まあ、いや、とりあえずよくその、うん、神獣倒した後に、うん、報酬もらうの忘れないで。ああ、そっかそっか。まずはそこをちゃんとやっていきましょう。なるほどね、はいはい。何がもらえるんだろうな。おお、帰ってきたか。お前のみ、あの仮面欲しいっすよね。ね、うん、うわ、かやせっつってね。本当ですよね、か、うん、やせ欲しいよ。もともと俺のやつやぞ。ほんとやって、かやせや。ナボリスが鎮座し、巨大な砂嵐も収まった。大厄災の動向は気がかりだが、うん、オッケーオッケー。ナボリスに悩ませることもなくなった。うん、あ、宝箱。あ、え、違うの、仮面じゃねえの。かつウルブス様が使っていた。ああ、ブグブグってことはグーもあるってことですもんね。そうや。なるほど、グーの部分が欲しいですよね。グあの防具の。ああ、そうやね。グーは何やろ。武器はえ、ほらしょぼいじゃん。尻尾のナイフ。もう絶対いらないもんこれ。いらんね。いらないんすよね。あ、盾そこそこ強いじゃん。いや、僕ちょっとやっちゃったんすよ。え、マジで。あ、え、そう、え、はい、何これ。ライネルの盾。え、めちゃ強いやん。めちゃ強いと思ってるんですよね、いっぱい。あー、だからこいつの出番が来ないかもしれないですよね。なるほど。もうかっこいいけどね、すげえ。いいっすね、うん、視聴者さん的にはついさっきでも、うん、1週間時が流れてるんで。こう見てください、この後ろに持ってるやつ。うん、おーおーおお、何これ。実は弓も取ってきて、うん、何げほらめっちゃかっこいい。うわ、めっちゃ強い。 50×3 とか。かけ3、マジで150ですよ。だから、え、で、え、デスマウンテン山頂から取れる特殊な金属。へぇ、そうなんですよ。ライデルの一番強いやつ、これは5連射じゃないですか。うん、すげえ。5連射、これとこれに関しては150食らうんですよね。めっちゃ強いよ。はい、でこれはまあ100、そうですね、かけ3で100、うん、130ぐらいですか。すごいね、この数分の間に精神と時の部屋に入ったみたいな。いやー、もう結構集めてきて。うわー、すげえ、337。いやー、最初500本ぐらい集めたんですけど、うん、そのライネル狩りをずっとしてたんで。ライネル狩り、ライネル狩り。狩るようなもんだな、あれって。ノーダメージでいきますよ、もう。マジですげえ。はい、矢ではめるんですよ。あ、そうなの。そうすると超簡単なんで。あ、そうなんや。集めましたね。もう素材として認識されとるよね。そうですね、あと、ね、剣。うわ、めっちゃ強い。何これ ?78。え、はい。え、ここのとか片手剣もこれ58とかなんで。あ、これ片手剣なんや。ご論族にもらったこれ岩砕きとかクソみたいだもん。ゴミですよね。ねマジで片手剣で58はむっちゃ強いね。槍で30とかも強いんですよ。あ、めっちゃ強い。30強いね、確かに。もうライネル装備ばっかや。そうなんですよ。とか三つ股のこのこういうのアップの。あ、本当や。これめっちゃ強いじゃないですか。本当や、これ確か36ぐらいもね、デフォルトやと。そうです、そうです。ね、38かな、なんかそんな前だもんね。なんでこんな感じでいいのが充実しております。すげえ。もうあとはじゃあで、うん、僕らが欲しかった、アイスキース。ある。もうこれが一番時間かかりましたね。全然やっぱ出てこないんで。あ、出てこないんや。はい、時間2時間ぐらい書いたのもね、珍しいアイスキースって。そうなんですよ、ね、でプラス、うん、ゴーゴートカゲ、うん、が1個の防具なし10個いるんですけど、うん、あと18匹必要なんですけど。ああ、なるほど。今空いてる地域じゃなくて、うん、この後行く地域に結構あるらしいんで。あ、そうなんだ。まあクライム装備は後でいいかなっていう、うん、なるほど。なんで今もう報酬も終わったんで、うん、そうだよね、丸なくなったよね、うん、なんで、うん、今からはですね、はい、開けた祠を消化していきましょうのコーナーですね。なるほど、はい、みんな大好き。そうですね、はい、もう祠チャレンジとか、あれ終わっちゃってる。そっか、あれこんなん、こんなんなかったでしょ。なかったよね。なんか祠増えてね。あれここが、うん、もう嫌な予感がしたんですよ。うん、何でしたっけ、砂嵐、あ、砂ざらし、なんかレース的な、はい、うん、
で、一回なんか馬の扱うやつで、ね、ニッチもサッチもいかなかったじゃないですか。うんうんうん、結局あの、カットして、お届けしなかったです。誰も知らない。はい。まあ、それになると思ったんで、うん、やったらなんか一発でクリアして、あ、すごい、それはそれでしょうもない感じだったんで。しょうもなかったんや。はい。一応ここもクリアして、うん。ここのやつ。それをクリアしたら、ここに玉、はい、もう使っていいよ、みたいな。なるほど。玉玉もらえたら、ここにもはめて。なんか触ろうとしたらし、ね、怒られたもんね。怒られましたね。クラーっつって。なんでここをちょっと紹介していきましょう。なるほど。だってもしかしたら、うん、あ、ここ入るやつか。祝福かもしれないですよね。あ、そっか。あ、そっか。はい。まあそれはそれですけどね。そうだね。そんな時もある。そういうことやな。まあ何にせよあのバケツバケツみたいな帽子をかぶらんでよくなったのが唯一の救いですね。そうですね。あのダサいやつ。うん。あ、祝福や。祝福ですね。あ、そっか。何もらえるやろ。祝福のお知らせに参りましたってことですね。ガブリエルよね。何？うん、あ、でもない、ないことないね。そうですね。うん、この辺もう耐久値。これめっちゃかっこいい。これ何？え、これ大きな盾ですよ。めっちゃかっこいいな。すげえ。こんなん持っとった？持って、うん、あのリンクの家に預けてありますよ。ああ、そう。あんま出なかったですからね。あ、そっか。アミーボ、あれ確かアミーボで出したんですね、あれは。そっか。ハイディアの盾とアミーボ、オーケの盾2つがリンクの家に預けてあります、ね、うーん、桜田の。ああ、なるほどね。2個溜まった。あれも、はい、ここら開けてないとこない？いや、あるんですよ。あと2個あります、いつの間にか。はい。やっときます。3分クッキングで出来上がったのがこちらです。こちらもあるんかい。結構その、うん、なんていうんですかね、時間の尺を取るには、うん、取る割には、うん、映像が派手じゃないみたいな、あ、忍びねえみたいな、これを視聴者さんに見せるのは、それそうね、そうね。そうじゃなくても、うん、最近なんかモルドラジーク芝く、うん、寒いんか、モルドラジークさ、芝く動画がついて、うんうん、なんか絵が変わり映えなかったね。なるほどね。なんで、うん、もうこの砂漠しばらくその砂漠の絵をあんま出したくない。なるほどね。そうだね。さすが視聴者さんのことを考えてますな。はい。でもう一個もホコラチャレンジで、うん、なんかあったじゃないですか。氷室、うん、氷を あった貯蔵してる場所。氷なんか溶かしたら怒られたやつ。そうですそうです。あ、ね、ありましたね。あれをなんか、うん、こう。ここの祠、うん、今から行く祠になんか人が倒れてて、うん、バイミーツボーイをみたいなこと言ってるんですよ、うん、ボーイミーツがあるみたいな感じで、はい、うん、なんかそれお酒があるから、うん、それを飲まなきゃ私はみたいな、うん、お酒引き倒れしてて、うん、なんかそれを作るには、うん、あの氷が必要だから、うん、あー、なるほど、あの氷を村まで運んでみたいな。なるほど、もうなんかダイジェストでお届けみたいな。それもすげえ地味でしたね。あ、そう、はい、あ、これも祝福か、うん、はい、祝福ですよ。で、やもう、あ、これは嬉しいじゃん、うん、なんか、なんか夜、朝じゃないと、うん、その門番みたいなやつが、うん、くれないんですよ。私も夜は寝てるから明日の朝にしてみたいな感じで、へー、で、朝に行くと、うん、それはそれで日が照ってるんで、うん、氷がどんどん溶けていくんですよ。あ、そうか、そうなん、で、敵をいっぱいいるんで、うん、やり方としてはもう夜まで待って、うん、全部影にしてから、その辺にベッて置いて、うん、倒しまければいいっていう。ああ、そうなんや。それ夜まで待つっていう地味な絵。ああ、なるほど。それを見せるのは忍びたいと、はい、そういうことだよねっていう理由で。カットカットカットでお届け。そうだね。ちゃんと誰も気づかないでしょうけど、うん、減ったルピーも3000円ぐらいまた増やしましたからね。ああ、マジで、はい。あと最後ここだな、うん、スマサマ。あ、そっか、結構お金使ったもんね。そうですね、アクセサリー、アクセサリーアクセからの、あと大王星で1000ルビーも使いました。あ、そうか、でもアクセが高かったっすね。そうだね、強化するのにも金必要でしたもん、確か。あ、そう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 、そうだね、フリーゼよ。あれ強化は、あ、強化は大丈夫だ、強化お金生成するのにいいんですよね。そうそうそう、手数料みたいな。あ、そうですね、振り込み手数料みたいな。振り込みの額に振り込みだと105円、あ、300円とかじゃないですか。あ、そうか、そんなんじゃないじゃないよね。あとここは、うん、これどこ、あ、高知か。
あ、違います。こっちの、ここまで行ったところとの間で、ね。あー、へぇ。で、ここが、うん、結構変なところで。なんじゃここ、うん、夕方の4時から夕方の5時半まで。ほう。ほう。その時間だけあそこが光るんですよ。ほうほう。オレンジ色に光ってて、うん、で、これを、うん、投げると見つかけて、なんか影をあれに合わせるみたいな、うん、あーなるほど、そういう、ずっとここに、うん、2、3分経つそういうチャレンジ、あーなるほどそういう爆笑のチャレンジがあったわけやね、はい、それをちょっと勝手にやってきました、ね、それ引き合わせるわけにはいかん、そうやね、視聴者さん的にもそれ助かったと思っとるけど、あっちになんか塔見えたね、今一瞬ね、塔はそうです ね、まだ開けてないとこ何個、3、4個ありますからね、うん、そっか ピラって、あと、そう、あともう一個、そうです、このすぐ近くのやつはまだ開けてないんで、うん、あ、これも祝福か、ほとんど祝福だね、まあ、ホコラチャレンジばっかだったんで、うん、この時は開けるだけですね、あ、いらないね、全然いらないですね、うん、でも、そっか、証だけはもらえるね、これで4つ4つ目か、うん、すげえな、もう頑張りメーターはたまり放題だ、ほんとっすね、うん、あり放題ぜよ、いや、もうあと4つ集めたらマックスじゃない、え、マジで、え、うん、もうそんな時期、はい、もう高みに登ってますよ、わ、そう、はい、すごいね、そんなに来とるとは思わなかったわ、そうなんですよね、意外とそうなんですよね、ね、もうじゃあ、うん、物語も終盤やね、そうですね、終わりが近づいてますね、そっか、最終回近し、なるほどね乞うご期待、トレンディエンジェルたかしみたいな、誰っすか、大笑いですねで、うん、ちょっと今から行きたいのが、こう見えるじゃないですか、迷路、あー、見えるね、はい、前行ったよね、なんか迷路っぽいところ、そうなんですよ、あ、下もいる、ね、ある、ここ多分、うん、またなんか蛮族の、あー、蛮族装備、多分攻撃力かかるもんね、服か、靴か、どっちかあるんじゃないですか、それは欲しいね、ここはさすがに何も手つけてないですからね、そっか、はい、一旦降り立って、うん、なんか試練を与えるとかなんか言われて、うん、いや違う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 、するじゃない、うん、ワープした覚えが、なんだあれ、また多分、うん、どっかから降りてみたいな、なんか強制的に落とされんかった前は、風向きで、あ、前はそうでしたね、ね、でも今回は、え、もうこれし、あれじゃない、縦ジャンプがあったら、縦サーフィンジャンプがあったら普通に真ん中にあるんだな、ちょっと待って、お、あるぞ、ある、なんか見えるぞ、でもなんか網網になってるね、多分迷路で、あ、何あれ、目ん玉か、あれ、こう下にいるの、これ、そうですね、ね、どっかに目ん玉がいるんでしょうね、あ、でも意外と広いな、縦サーフィンジャンプでいけるか、これ掴めるやつや、あ、何や、一応でもないんですよ、ね、全然大したもねえや、とりあえずこっちにして、ええ、なんか、うん、下に降りたらおしまい、あ、なんかある、なんかある、なんて、どう、階段、登る階段か、あ、ええー、あ、なるほどね、登り下り、なんか森っぽい音楽やね、ほんとっすね、ねえ、ウェイ、あ、コログの森こんな音楽やったもんね、そうですね、迷いに、あ、初めてのお使い、うん、はい、ドーレミファーソーラシドドシラソファミレド BB クイーンズどこに行こうかなオッケーオッケーではないやろみたいなことですよ、ね、うん、そうやね、どんな感じ、あれ見て結構泣く人多いみたいね、いや泣きますよ、よしさん、泣く、泣きますよ、嘘、はい、泣く派と泣かない派、世の中の人間には二通りあって、泣く派と泣かない派がおるらしいけど、俺泣かない派なんだ、あれ、人の心を置いてそんなことね、あ、なにこれ、これ、これ何、なんかありますね、ちょっとこれ撮りたい、弓光ってるもん、とりあえずちょっと食らいながら行きますか、ね、おらーっ、あ、ゲルの、あ、いらねえや、ガゼンいらんねえ、でも祠は下にいないってことはね、下の階段、うーん、下向きのですかね、ね、なんかいい、いいあれがないな、いい目ん玉がまずいねえでな、しばけんのだよな、邪魔くさいですね、ね、あれなんとか1個倒したらなし崩しに全部いけるんかな、
よし、上に行こうね。迷ったもんね。そうですね、こっち側じゃないな。迷ったら、最初の場所に戻れっていうのは教訓ですよ。よいしょよいしょよいしょ、出れよ、言うやん。よいしょ、本当っすね。飲まず食わずでいける。これはいいぜよ。でも絶対真ん中はないと思うんですよね。そうやね、真ん中に行くのに真ん中から行ってどうするんやみたいな。だって見えるだけですもんね。そうや、そこグデナってなるだけやもん。ダメこれ。だからこの4つのどれかが行ける場所があるんか。そうでしょうね、4つに分かれたパーツのどっかが。今こっちとこっち行ったから、うん、こっち、ここ行ってみましょうか。うん、うわ、どうした？汚ねえな、汚ねえ、汚いものだ。すごい汚みが。あ、でもなんか中これ下くぐれるでさ、なんか見れる？上を見たら目玉がおるとかそういうやつやな。あ、なんだ？あ、簡単。あ、あった。そうやろ。全然なんか謎解き感がなかった。この前ね、ガーディアン敵もいないし、うん、どうしてくれんのこれっていう。ねえ。これもダイジェストでお届けしてもいいぐらいの。本当ですね。これが、うん、これが祝福だった日にはですよ、うん、もうクレームの嵐です。任天堂に対してのクレームが止まらんでしょうね。うん、何祝福ない回。あ、でもまあ蛮族ディラマ。あ、そっか、蛮族やでか。嬉しいぜよ。いいよ、これ強くしたいね。そうです ね、ライネロの肝もいっぱい手に入れたんで。マジで、はい、刺身醤油でいただきたいです、それ。肝ですか、うん、美味しそうじゃない、強くなれそうじゃない。僕はちょっと素材に使います、ね、装備の素材に使います、ね、マジで。あ、うん、オッケー。これで、うん、一応今言ってるところは全部開けてる気はする。ならもう砂漠とおさらばして大丈夫。そうですね、涙のおさらばを。なるほど。109行ってないかもしれない。ちょっと見てみよう。あ、109行ったな。行ってない。ちょっと待ってね。よいしょ。あ、行ってないな。この辺になんかあるんですよね。え、そうなの。でも、この辺になんか、トゥーがあるんで、なんすか？違う、関係ねえや。これバザールでござるですよ。そっか。これは何やったの、結局、ここ。なんすか？これ。これなんすかね？遺跡。ボイツ。これは、ありますね、ほこら。え。ありますよ。あるんかい。あ、前入れんかったんやっけ。いや、多分行ってないね。そこになんかでも、そこら辺にいたもんね。ナボリスが。バノボリスが。そっかそっか。あ、ラクダが？はい。ラクダ野郎が。一回でもちょっとライネルさんを、うん、倒すところをちょっとお披露目。ああ、そうやね。そうやね。だって、するのもおつなもんですね。噂には聞くけどぐらいの感じで終わってるんで今。そうですね、うん。ちょっと行きましょうか。うん。